ちょっと、嫌だよ。いや、二人だけ残ってる展開、あ、全員いた。全員いた。ローザ。みんな無事か。ああ、じゃがエンタープライズが行かれてしもうた。このまま飛ぶのは危険じゃな。さあ、足がなくなって。いいとこ落ちた。こんにちは。ドワーフの城。ラリホー。ここはジオット王が治めるドワーフの城。ゴルベーザ悪いやつでもあんたらそうじゃないみたい。ジオット王に会うと、いや、優しいね。うわ、かわいい。めっちゃかわいい。私、ルカ。私のお人形たちがいなくなっちゃったの、あなたたち知らない？うわ、デザインめっちゃいいね、このルカちゃん。すごっ。無事でよかった。武器武器。ここはダメと。タカラッタッタン。いいね、音楽。あ、万能薬が5000ね。なるほど。あ、ダイエットフードなんかも、十字架。十字架は何を直すんだろうな。おお、5000。いや、でも十字架買っとかないとダメか。4個ぐらい買っとく？はい、引く手を直してください。こんにちは。ご無事だったか。あなたは？私はこの地底世界を治めるドワーフの王ジオット。あ、一国で治めてんの？広くないのかな。闇のクリスタルはやはりそのことで気なすったか。奴らの仲間にしては砲撃を受けておった。我々も危うく撃ち落とすところじゃった。地底のクリスタルはまだ無事なのか？残念じゃが、4つのうち2つは奴らの手に渡ってしまった。やはり間に合わなんだが。しかしこの城のクリスタルはまだ無事じゃ。ドワーフ戦車隊がなんとか追い返した。さっき飛空艇と戦っていた戦車ですね。ほう、あれは飛空艇と申すか。上の世界にはあのようなものがあるとは。自慢の戦車隊も空から攻撃されては血と苦しい。そうじゃ、そなたたちの飛空艇とやらで援護してはくれぬか。それがさっきの砲撃と不時着のせいでチートばかり行かれちまったんですわい。修理に必要なものなら用意させるが、応急処置くらいはできるじゃろうが、地底の溶岩の熱には船体が持たん。地上に戻り？え？ミスリルで装甲を施さんと。よっしゃ、ひとっ走り行ってくるかな。あ、そういう展開？何、すぐ戻るわい。パワーアップして帰ってくるからいい子で待っとるんじゃ。どうやって戻んの？あ、一応ちょっと飛べるんだっけ。ホッホローザ、わしに惚れるなよ。お前にも惚れないし、お前の娘にも惚れないよ。この城のクリスタルは一体どこに？何を隠そう？この玉座の裏の隠し部屋じゃ。これならば私の目の黒いうちは安全というわけじゃ。うん。ブラックジョークって言っていいのかな、これは。どうしたやん？誰か盗み聞きしている。なんかいる。何？操られてる？お前ら。誰もいないぞ。この先に気配を感じた。扉を開け、ラリ。怖や怖や。うわ、怖。あ、人形ちゃん？開かない。え？誰に騙された、これは。人形が？あ、いいですね。あれ、オデット王だっけ？
徴の湖関係ない？うわー怖え。さあルカちゃんのためにもお前らは除霊させてもらうぜ。僕らは陽気なカルコブリーナ、怖くて可愛い人形さ、バーカメのこのこやってくるからさ、君らを倒してゴルベーザ様の手土産にさせてもらうよ。キャッホッホー。よーし。うわーキモい、キモい。アセシル後ろに下げっぱなしだ。ライブラしてみようかな。シドがいないか。ジャンプどうしよう。中央から殺すか。あ、入った入った。1300の弱点特にない。プロテスを入れるか。シェルの方がいいかな。シェル持ってない。なんかでもあんまり強くない。あ、スローを入れるの忘れました。となんか弱いね。我慢しとこう。うわ、痛い痛い痛い。ミス。よしよしよし、防御ガチガチにしていくよ。チェンジが途中でできないんだよな。全員一括で変わっちゃうからね。スロー。あれ、プロテスって全体掛けできないよね。あれ弱っ。あ、もう1300与えた。そろそろ回復を入れたいとこではあるけども、何もしてこない。怖いね逆に。いやー、バトル BGM 変わってくれんの嬉しいな。あ、来た。なるほど。ライブラを、ケアルラにすればよかったかな。これはもう一回スローを打ってみましょう。貯める。パラパパラ。よしよしよし、入った入った。ザコイ、ザコイぞ。一応全開にしとくか。テラを、テラじゃない、ヤンを。瞳。おっと。うわ、行動早っ。サイトロの効果がわからないんですね。あ、これでも危ないな、ヤン貯めると。そのコマンドやっちゃう可能性あるな。どうなるかな。え？ああ、テレポを唱えたのかな？うわ、怖っ。怖いなぁ。うわ、そうだ。いや、槍がやばい。ここでコマンド入力してるから、大丈夫かな？ホールド。混乱した後も一回はあっちを攻撃してくれるかもしんないね。ちょっとわかんないよね、その辺。いった。パラパラパラパパパラ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 。誰が混乱してない。弱っ。よし、よかった。よくもやったな。痛いよ。でもこの場所は報告済み。敵は撃ってもらうよ、ゴルベザ様。あ、人形。え、うわ、ワープポイントになりやがった。そう、先日は世話になった。だがあのメテオの使い手ももういまい。傷は癒えたか。
あの時の礼に私がなぜクリスタルを集めるか教えてやろう。光と闇合わせて8つのクリスタル、それは封印されし月への道、バブイルの塔を復活させる鍵なのだ。バベルの塔か。バベルの塔ってなんで作ってたの？あれ、月まで行くためかな。月には我々の人知を超えた力があるという。このクリスタルで7つ目。残すところあと1つとなったわけだ。これも君たちのおかげだ。この礼もしなければ失礼だな。受け取れ。これが私からの最後の贈り物だ。お。イベントバトルかな。どうかな。はっはっは。何を。いやいや、まだ早いよ。そんなにすぐ行動できないよ。しばらくおとなしくしていてもらおう。呪縛の霊気。カイン。真の恐怖を味わうがいい。マイレ黒竜。あ、やば。イベントバトルじゃないっぽい。あ、かっけえ。黒い牙。です。あ、イベントバトルだと思う。です。ミス。セシル、次はお前だ。さあ、カインは今多分ターゲットにできなかったよね。お！え？ホワイトドラゴン？黒竜弱っ。リディア？黒竜を霧の力で消し去るとは。大丈夫、もう動けるわ。その声は。やったー。これは継続で戦わないといけないのかな。黒魔法。いやー、見てる時間がないぞ。ちょっと回復に回ってもらおうか、しばらくは。あれ、前衛になっちゃってる。カイン、ちょっとリディアと場所変わってあげてよ。魔法が来るからな。カバウ戦法もちょっと危ないか。よし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 。よし、カインくん、ちょっとターゲット入れなかったけど、溜めとこう。ファイラー。よしよしよし、いいね。いったるか、召喚。お！あ、タイタン、懐かしのタイタン。あ、死んだ。あー、生きた。完全に回復係でいいかな、下二人は。あ、強え。ちょっと、ハイポの時間にして、ケアルラ全体がけして、よっしゃ。ざまー。どんぐらい？うわ、つえ！私、あっさり。うわー、ちょっとイフリートとか見たかったのに。うわー、まさかのリディア。嬉しい。HP は相変わらずかわいい。倒した。ゴルベーザを倒したぞ。フラグ。あ、なんかちょっと、なんか髪の毛伸びた？リディア、あなたのおかげよ。でもその姿は？リバイアさんに飲み込まれて限界に連れて行かれたの。限界？幻獣たちが住む世界よ。そこで幻獣たちが友達になってくれた。白魔法は使えなくなったけど、その分召喚と黒魔法の腕は上がったわ。でも限界は、こことは時間の流れが違って、幼女ロス。それで大人に、セシル、この子は？ミストの村のリディアだ。あの子供？これは驚いた。でもなぜ僕たちを？僕は君の母さんを。言わないで、限界の女王様に言われたの。今もっと大きな運命が動いているって。私たちが立ち向かわなくちゃいけないって。リディア。うわー、
もともとね、芯の強い子だったけどね。私は死なぬ。お、うわ、かっこいいな、こいつ。何それ。執念やべえ。黙って見てるな、セシル。へぇ。手から再生できんのかな。すまん、王様。すいません、クリスタルはゴルベーザの手に。文字通りゴルベーザの手に。もうえん、こうなっては最後のクリスタルを死守するしかあるまい。どこにありますか？まあこれセシルには教えない方が安全だけどね。南西にある封印の洞窟。ゴルベーザが向かったが慌てるでない。封印を解く鍵がなければあそこの洞窟に入ることはできん。そこでじゃお主らに頼みがある。クリスタルが奪われたのも僕らの責任です。何か力になれるなら。ゴルベーザが封印の洞窟に向かっている今がチャンスじゃ。バブイルの塔に潜入し7つのクリスタルを奪い返してもらえぬか。はあ、そうきた。敵の本拠に潜入しろとおっしゃるか。心配はいらん、我らの戦車隊が敵を引きつける。その隙にお主らにクリスタルを奪還してほしい。ゴルベーザのいない今しかない。敵の基地なんでしょ。確かに危険ね。しかし虎穴にいらずんば孤児を得ず。ゴルベーザのいない今しかチャンスはあるまい。あ、四天王が守ってるかもねぐらいかな。やってみます。頼むぞ。この城の地下に抜け道への入り口がある。支度ができ次第行くが良い。ご分を祈っておるぞ。おーい、すまんね。一回セーブしに行っていいかな。はい、セーブしにね、表出たらフィールド BGM が変わっておりました。これは表のフィールドのアレンジだよね。いいね、ちょっと物語が進んだって感じがするよね。いや、いいわ。ちょっとではお城の中でお買い物などをいたしましょうか。さあ、今度こそドワーフの武器が見たいぞと。あ、早速来ました。ドワーフの武器、重い人間に扱えるかな。お、斧。カインか。あ、フレームソード売ってる。炎の槍はこれから使うのちょっと怖いな。これ斧だとジャンプできないとかある？ウィンドスピアか。で、ブラッドランスは、まあ、命中率低くて、で、与えた攻撃分ダメージ回復だったね。ちょっとなぁ、使いたいっちゃ使いたいよね。あ、フレームシールドも売ってる。今、ミスリルシールドだもんね。で、炎は、ダメージ大になっちゃうんだよね、これ装備するとね。四天王戦やだなぁ。あ、これは買おう。司祭の帽子は持ってたっけ。あ、金の髪飾り装備してるから1個だけ買おう。で、ローブも1個だけ買って、ルーンの腕輪はじゃあ3つ買おうか。あ、お金結構余った、よかった。で、斧はどうしようか。とりあえずカインに1回戦闘させてジャンプができるか見ましょうか。うわ、やば、アイテムやば。お、いいね、お宝。あー、はは、そんな、なんでこんなサービス。眠りの剣な。追加効果の眠りを確かめたいんだよな。うわー、強くなるねー。
命中率の問題だけか。 74%、 それはまずい。どうすっぺ。 82%。 5回攻撃になってるけど、いつの間にか。あれ、66の5回攻撃、4回74。あ、眠りの剣の方が強いじゃんね。うわー、見てなかったなー、何回ってとこ。あー、じゃあカインもあれか、物理攻撃を、ジャンプじゃなくて物理攻撃の方が強い場面あるのかな。前列出そうかな。まあ、ジャンプだけなら後列でいいかなと思って今この陣形にしてんだよね。アイテムどうしよう、売らないといけないんだよな。でもはい、お宝は回収できまして、次がこっち2階。あ、ここは道具屋か。ちょっとここでアイテムを整理しなきゃいけないけど、その前に一回回りきりたいな。地下1階。ここは救護室。ドアフ、体が頑丈でもたまに怪我する。グーグー、寝てれば治るラリ。王の許しあるなら通す。あー、これがあれかな、隠し通路かな。デブチョコボ、ブレイモノ、あ、ナイス。うわー、やったー。あー、壺は取れないと。いや、ここで預けましょう、いろいろセーブしてね。あー、ギサールがこんなに来ちゃったか。あ、なんかある。うわ、全部買い物終えちゃったな。パブラリホー、ウィー。みんな戦だとかでちっとも飲まない。俺戦より酒大事。踊っちゃうラリー。いいね、こういう人がね、みんなが気づかなかったあの防衛の穴とかを気づいたりするんだよね。うげー、踊りが長いな。あ、リビアにしてなかった。いいね、サイボーグ009みたいだね。リディア、まああどけなさを残しつつも美人さんに育ちましたね。いいね。ここはよし、アイテムくれくれ。開発室、新人遠藤俊夫。肩が凝ったよ、目が痛いよ、耳が痛いよ。何これ。新人田中新一、次の作品からはプログラムを組むんだ。皆さんよろしく。早く自分の机が欲しいな。 FF4 の開発室ってこと。新人ドバシークヤ、お願いだ、見逃してくれ。俺は何にも盗んじゃいない。うわー、俺なー、キャストスタッフとか名前わかんないんだよな。この人たちがさ、今の FFで、なんかプロデューサーとかになってる可能、プロデューサーはねえか。すごく出世してる可能性あるわけでしょ。うわー、もったいねえ。小泉教授、ゴールデンウィークなんて初めからなかったと思えば気楽さ。そうですよね。坂口さん、坂口さん、坂口さんって坂口さん。チョコボ、坂口博信しようか。どんなキャラ。足立圭太郎さん、メニュープログラム、マップデザイン、松村康史、エルチョ、ナイトちゃん、直し本屋さん、桑原課長、久しぶり、どうしたの。あれ、人違いでしゃ。おいらはドット屋の高田、高田かな。伝説のスーパードット野郎を目指している。多分このゲームが終わる頃にはスーパードット野郎になっているだろう。うわー、すげー。
いやもうなってるだろう、まあ、5、6とどうなんだろう、この人が打ったのかな、タカさん。いやーすげえ。星野正則、みんなが戦っている魔物は僕が描いた。うわーすげえ、気に入った魔物があったら教えてね。中田ひろみといったわけで、残された私は FF チームただ一人の女性になってしまいました。そうなんだ、励ましの歌よりくださいね。あれ女性じゃないの。田中涼子、私の最後の作品となりました。5も行けばよかったのに。女性一人なんだ。さあ、お、音楽室、伊藤健二、サウンドエフェクト、FF クリアしたら聖剣伝説もよろしくね。あ、聖剣伝説のスタッフロールに伊藤健二さん多分出てくんだろうな。聖剣伝説ってやったことないな。どっからやればいいか分かんないってのあるよね、今さら。赤尾実、ふうさーって何しようかな。やはりワクワクするにはあれが一番。ミュージックコンポーズ、植松信夫さん。まあこの方は本当にわかる。坂口さんと植松信夫さんはわかるかな。そなた、よく見るとなかなかの音楽的資質を秘めておる。 わしが南蛮渡来のクーラリネットを教えてあげましょうか。植松さんはネミングウェイのドットが好きなのかな。すごいなぁ。もうこの当時のオタクって多分すごい濃い人いっぱいいたと思うから、やっぱこういう新人さんの名前とかも全部チェック入れてたんだろうなぁ。雑誌がね、多分部屋にすごいことになってたろうね。仮眠室、なんかください。仮眠室ってまずくない？あ、来た。何このファンファーレ。すげえ豪華なの来た。アイテム、エッチな本、愛読書。この頃のエッチな本って代名詞何なんだろうね。あ、使える？え？やば、何？ドチドチしてきた。ほら、リディア、終わり。アップまでゲーム禁止。厳しいね、これは。ゲームが好きでたまんないからさ、ゲーム作る人になったのにさ、ゲームできなくなっちゃったよね。ローザにリディアってのか、なかなかいい女じゃねえか。俺が力になるぜ。ゲーム職人、時田隆が仲間になった。頼む、連れてってくれ。ここはもうやだ。いやマジ、仮眠室で寝てる人を起こすって多分相当な重罪だと思うんだよね。メインプログラム、成田健。メインプログラムってやっぱすごいのかな。ちょっと名前は存じ上げないけども。もうイベントは追加しないでくれ。大学？大学やめてく、もうバグは見つけないでくれ。すまん。フォローム復活バグ見つけちゃった、ごめんね。畜生、大学やめてやる。大学生なの？メインプログラマーが普通なのかな。全然わかんないから、その辺の世界には疎くて。ちょっと、さあ誰か、私からお願いします。我慢。ひろみさん、ご指名です。誰？中田ひろみ。うおい、何をやってた人なのか教えてくれよ。あ、乙女のキスくれた、ありがとうございます。まあ30年経ってるからね、もう今ババアだよ。
よし。なんだ同じ？お、ランダムエンカウント、樋口勝久。あれ試そう。ジャンプ、ジャンプ。ジャンプできるかな、斧で。あ、できる。1HP2 50ギルもらったよ。あ、エッチな本くれた。ランダムエンカウントなのかな。これあった方がなんかもらえるアイテムあるかな。松井明彦。これのステータスを見なよ。あ、いいねいいね。あ、自分でやってくれんの、ありがとう。あー、後のネクロフォビアさんですね。あ、ネクロフォビアのボットビットじゃんこれ。無敵のバリアの1個でしょこいつ。こんなはずじゃ、こんな僕を投げるなんて。ああ、さよなら。あ、倒した方が良かったのかな。倒すとなんか経験値めっちゃくれたりして。わあ、面白いけど冒険進まないよ。今度パパになるんだ。はーん、いいね、おめでとう。その息子がもうみそじだよ、すごいね。どうだろう、机に入ってたりしないかね。死ぬぞ。よし。お、いいねいいね。毒と混乱が入った。混乱はじゃあライブラ。うわー、まただ。弱点は特にないか。混乱してるからな、攻撃できないな。あれ、毒は、毒のダメージが全然入んない。あ、入った入った。わあ、すげえ、いった。こらこらこら。というわけで、思いのほかお城周りに時間がかかってしまいました。次回は宿屋泊まってアイテム整理して地下道の前から始めようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。